前髪バーって乾かしただけで家出ましたからね今それ。顔はとりあえず顔だけ洗い飛び出し一気にタクシーの中でメイクしました。はい、秒速メイク。でもさ成り立ってない？結構眉毛濃いけど、眉毛濃いけど、てか眉毛太いんだよな今。生えちゃった、放置してたら太くなっちゃった。わかる？アイシャドウも適当だし、ファンデーションもクッションファンデでバババってやって終わった。あ、でも唇だけはプルプルね。なんかマスカラとアイラインさえ引いてればどうにかなるって思ってる。アイラインだけはしっかり引いてあるでしょ。そう、みんな休憩中かなと思って、ちょうど12時くらいって。そうでしょう、私の読み正解。深夜番組見ました。ごめんなさい、全然本当に告知できてなくて本当に申し訳ないです。あの YouTube で見逃し配信があるらしいので、そちらをぜひ見てください。今起きたとこ、おはよう。お昼ご飯、お昼ご飯はコメダ行ったんですけど、一人でコメダ行って、なんかあのサンドイッチ頼んだんですけど、小食すぎて3つあったのに1個しか食べれなかった。終わってりスクショタイム、ちょっと前で来い。ちょっと今日はスクショあれかも、不細工だからノーかも。持ち帰りしてない、ごめんやけど。でもなんかこれって多分その過程それぞれなんだけど、私は割と無理せず食べて別に残してもいいよっていう過程で育ったんで、なんか8期とかでご飯行くじゃないですか、残すなって怒られるんですよ、ごめんって。マジごめん、残しちゃう。代わりに誰が食べて、そう思うなら。ありがとうございます。なんか色落ちしてさ、紫じゃないけどピンクっぽくない？ちょっと茶色か。 SK なくしか生きないよ、久しぶりに。何ボフボフ言っとる？何？え、てかさ、前髪がさ適当すぎてさ、なんかあっちこっちは行くんだけど、てかおでこ広いのバレるし、困る困る困る。おでこが広いんだ、おでこ NG だから私。え、マジでおでこ NG。 そんなことはないけど別に、わかる？こうなんかここに癖があるね、完全にM 字みたい。握手会のネタ探し中ですか？別に何でもよくないですか？みおちゃんが好きです、ただそれだけでよくないですか？ダメ？別にそんな、なんだろう、あんまり気にしてないよ内容は。そんなめちゃめちゃ大きなネタを持ってこなきゃダメとかないから大丈夫。楽しければそれでいいわけ、わかる？わかってくれるかな、この気持ち。嬉しい。 X のヘッダーに私のツーショット撮影会の時の私にしたの、ありがとう。
嬉しいですね。まあ、撮りに来てくれてありがとう。まずはノーマルカメラミオちゃんはこの世にあんまり残されてない気がするんですよ。だからみんなの携帯に収めといて。ふん。自分が載せてるやつって大体加工済みだから、まあ、なんか公式さんがアップするものとかは割と無加工のものありますけど、自分で載せるのは大体加工済みだね。てかやばい、昨日の公演さ、めっちゃ一部だったわけ。私もっと出るつもりだったのね、本当は。でも今腰もそうなんだけど喘息がやばくて、連続で歌うとむせるんです必ず。だ本当はルーの手紙読む予定だったらしいんですけど、それも変えてもらえてむせるから、今もむせそうなの我慢しながら喋ってんだよこれ。ちょ、そうなんですよ、私腰もやばいんですけど今は喘息の方がやばくて、今日朝からさラジオのさ収録だったんですけど、紙フレのレギュラーラジオ、わかります？始まるんですけど、それの収録初回のしたんだけど、本当にラジオも収録するの大変なくらいむせっちゃうですね。まあでもなんとかなってるけどね。最初もっとやばくて、いつがピークだったかな、3日4日前2日前くらいがまあピークにやばくて、もうしゃべれない、レッスン終わって帰ってきたらしゃべれなくて、あやばいみたいな。今着てるのシルクですか、これわかんない、なんだろう、自由です、お揃いしな、自由でめっちゃ安かったの、めっちゃ安い、これびっくりした。これ上下セットね、ちなみに短パンと半袖のこれいくらだっけな、1500円ぐらい。昨日の公演ありがとうございました。みゆちゃん昨日お疲れ様、ありがとう。全然出てないけどね、言うて全然出てないけど、みんな優しいね、なんかみゆちゃんお疲れ様みたいなめっちゃ送ってきてくれるから、ああなんか嬉しいなと思って。でもなんか個人的な私目線の感想は苦しいなんかやっぱりフルで出演する楽しさを知っちゃってるし、私のファンの人がちらほらいるのも見えて、で昨日生誕祭だったからなんかこう隙間を見て私のサイリウムを振ってくれるわけじゃん。なんかそれを見てるとマジごめんって思うの。そうだからマジごめんって思って苦しい。喘息とかけまして、フルでステージにかけない立てないと、その心は苦しい。そうなんですよ、だからなんかまあまあまあちょっとみんなの顔見れるだけでもまあ幸せなんですけれども、フルでできるまで待っててほしいなって感じですね。でなんか自分がさセンターの曲があるじゃんね、なんかそういうのに出れないのも結構嫌なのね私は。うん、他のメンバーが覚えて立ってくれてるのはめっちゃありがたいんですけどあ自分が良かったなって思っちゃう。焦らず直してね、ありがとう、ありがとうね。みんながかけてくれる言葉だけが生きがいですわ、ほんまに。昨日マジで終わってから SNS 何も更新しなかったの、ちょっとローモバいじったぐらいなのね。そうだからみんな多分みんなっていうかほんと一部の人だけど心配して DM くれてたけど、働きます、いってらっしゃい、頑張ってね。そうだからそうやってまあ私のこと気にしててくれる人大事にしようと思った。
やばい、寝癖うねってる。めっちゃ可愛いのに電波弱くて無音になっちゃう、悲しい。あ、それは悲しい。ねえ、冷房つける、暑い。うい、暑い。このみよまるさんでも暑いって感じるんだから、みんな相当暑いよね今日。びっくりした、名古屋雲がなかったよ。めっちゃ青空だった。青空片思い。あ、33度なんだ。あ、涼しい。あー、いいね。今日めっちゃ暑くて、だからお真っ昼間とかじゃなくて朝でよかった、仕事がよかった、安心安心。この時間嬉しすぎるからまたお願いします。ちょっと今日みたいに昼にメイクをしてるという奇跡が起きればね、昼にメイクしてて時間があるっていう奇跡ね。え、髪色かわいい、色落ち。でももうそろそろ黒になっちゃう、悲しいね。黒になっちゃうよ、珍しい時間だねそれな。にゃん、この時間の話初めて見た、やっほー。はーい、配信びっくりしたわ。そう、奇跡に奇跡が重なってこの配信はできてるわけ。なんだよ、今日も出かけないんですか。わかりません。夜ご飯くらいは食べに行くんじゃない。この後は寝ます。ちょっと昨日とから今日全然寝てなさすぎて、そう、さっきも最初言ったんだけど、あの今日起きたら出発時間だったんですよってぐらい、朝起きれないくらいには睡眠時間がないなかったから寝る。ちょっとね、みよまるが奇跡、いや間違いないよね、奇跡だから私って存在が。ああ、ああ、パジャマに爪を立てないでくれよ。おおお、猫が来ました。夜寝れなくなる。え、余裕で寝れるよ。泣いてるの。あ、今度空みたいに黒髪になってくるからね。わかった、かわいい。最近こうやって甘えてくるんだよ。何、甘えん坊なの。うん、空です。あ、ここナナ来た、ナナ、ナナちゃん来た。もう一匹来た人気だな今日は。なんですか、みんなでちょっかいかけてきて。アレルギー出るー、それな。はい、新しいお客さんですね、ナナです。イエーイ、7だよ。しもしも、7だよ。7ってめっちゃいい名前だね、あんた。アニジュラ、アニメの7に影響を受けたわけではありませんね。出席番号7番だったから7なんだよね、保護猫センターで。キャワー、あったかい。あ、みんなエアコンがついたからここに来たのか。私じゃないわ多分、私じゃなくてこのエアコンがここめっちゃ当たるんだよ。だからでしょ、絶対そうだよね。あなたたち、そうだよね。え、かわいいね、かわいい。猫に癒される。エアコン大人気ね。エアコンだよね絶対に、ひどい。
痛い痛い、冷たくない。みんな頑張って、この後も仕事でしょ仕事でしょえ、そうでしょ、仕事でしょ、昼休みでしょ、今休み。お休みの人は休もう、うん、最近思うよ、自分さ仕事大好き人間だよ、仕事を次から次へと入れてください人間なんですけど、だとしても人間というものは休みが必要だと体が SOS を出して初めて思いました。アロモババはちょこちょこします。ナナちゃんが猫とは思えないぐらいお腹をこちらに見せ寝転がっている今。猫か、あなた犬なんじゃない、稼いでる、うん、素晴らしい、経済回してこう。今日勝手に休みにされた、そんなことあんの。今猫のお腹でギター弾いてる、見えないけどね、猫のお腹でギター弾いてるよね今。空調服着て片付けてきますって。何それ空調服って、あれなんか服に扇風機ついてるやつ。なんかよくさ王将とかさ中華料理屋に行くとさそういう服着た人いるよねえ、これ偏見ですか。なんか夜の中華料理屋さんにそういう服着てる方いらっしゃいません。私よく行くんですよ、夜中華料理屋。え、それでしょ、そう服になんか扇風機ついてるやつだよね。やばい、あばばばばばば、猫あれ猫あれ、あー猫あれ出ちゃう、かゆいかゆい。牛丼屋にもよく寄るもん確かにねえ猫アレルギーだからやめて、私かわいいけど、かわいいけど4時間も持つのあれ、空調服すごいじゃん。ナナちゃん、ナナちゃん、ナナちゃん、かゆ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 すぎる。あぷちゃんだペットいっぱい、冷房つけた途端猫いっぱい、犬いっぱい、私じゃない冷房に集まってきてるの。衣装にも扇風機つけてもらおう、あそれめっちゃいいね、髪触れ夏の衣装どうしようみたいな感じだから扇風機つけてほしいなでも可愛さ、可愛さが、可愛さが、可愛い扇風機付きとかないもん。衣装ください、衣装が欲しい、髪触れの半袖の衣装が。てか髪色マジで可愛くない、なんか茶色に見えるけどなんだろう、ちょっとピンク、ピンク系みたいな感じしません、いいね。みんな紫にするとこんなにいいことが起こるよ、紫してみんな。おさらい、おそれしよう。でも私は本当は紫で一生いたかったんです、紫をずっと続けていたかったんですけれども、黒になります。あ、明日だわみんな、明日私黒になってくるからよろしくね。怖い、似合わないからさ、黒、黒似合わん、どうしよう、すごい気が強く見えちゃうから怖いんだよ黒、気が強く見えるの本当に嫌なの、それが。真面目には見えるかもしれないけど、真面目以上に気の強い女に見えるのが嫌なんですよ。ただでさえ顔がきついからさ、髪の毛ぐらいは可愛くふわふわしてたいわけさ。はあ、まあ別にいいけど、別にいいけど、仕事のためだしいいけどさ。黒髪夏暑い、え、そうなの、え
やだよ。おかげさまで紫にしました。いいよ、黒、黒は合わさなくて大丈夫ですよ。あの黒を入れると後が大変だから、絶対に真似はしないでください。可愛い色でいて、みんな髪の毛は好きな色でいいな。黒ね、そうだからみんな、あのこのあの愛のホログラムっていうシングルの期間に私何回髪色変わったってぐらい変わってんのよ、マジで。何回変わったんだろう実際。最初ホログラム出ますってなった時に明るい茶髪だったんだけど、なんか暗くできますかみたいなことを言われ、あ、いいですよ、で暗めの茶色にしたんだよ確か。暗めの茶色にして、でその後明るくして、明るくして、でちょっと切って、長さを長さ切って、でその後明るい茶色に何入れたっけ、紫入れたかな、紫入れて、で紫だから3色ぐらいやってるわけ。3色だよね。まあみんなに見せてないですけど、ブリーチで1回金髪にもなってるじゃん、言うて見せてないですけど、 TikTok にちょっと見えてるけど、ツーショット会の写真お気に入りでニヤニヤしてる。ありがとう。ノーマルカメラ可愛いかな自分、結構不安。それで髪綺麗なのすごくない？もう美容院の人がめっちゃ気を使ってやってくれてます。傷まないようにトリートメントもやってくれて、めっちゃ頑張ってくれてる。今日も連絡くれました、なんか色落ちめっちゃ綺麗だねって、いい感じでよかったって。可愛いです、ありがとう。この配信1時ぐらいまでやろうかな。ノーマルカメラでも激カワ、激カワだった？あらよかった、嬉しい。みんな優しい、みんなどんな私でも可愛いって言ってくれるから優しいね。あ、で、あの劇場公演なんですけど、今後もあの休演あると思います、あると思いますっていうか、あの続くと思います。はい、髪色買いに行くの、うん、明日買える。そうだからみんな、あの私が出る出ないはチェックして応募してください。あの私がいない時行かないで。究極だけどこれは、わかる？私がいないステージを私のファンの人が見て、それをなんか SNS につぶやいてたりとか、最近は見えなくなったけどいいねしたりだとかリポストするのですら私は嫌なの。嫌だ、私のこと以外なんでつぶやくのって思う、私という人がいながら。いい度胸してんね。今のおばめ、おばめとっても良きですか、どうだろう、また送る。 DMM は見ていいですか、私ないのに寂しい気持ちにならないんですか。別にいいけど、別に見ていいですけど、わかんない。私も DMM は見るから別にいいんじゃない。ニューマルのこと以外の趣味のつぶやきとかも見てるの？どうだろう、なんかいっぱいリップくれたりとかする人のやつは見るかも。タグ付けしてくれたりとか、なんか私がそのみんなのさアイコンとかをタップする機会が増えれば見るんじゃない、いっぱいメンションしてくれたりとか。はい、そんな感じですね。すいませんね、本当に怖いですよね、わかります。でもアイドルってこうじゃなきゃやってられないと思いますよ。そうじゃない子もいると思うよ、優しい子だっていると思うけど、あくまで私はこういうやり方で今までやってきたから変えないよ。
や、それな、いいね見れないの不便すぎる。だって みんな絶対グラビアにいいねし始めるよね。みおまるさん水着になったことないのに。へえ、そういうのが好きなんだ。へえ。ふん、まあいいけど別にいいよ、みんなが何にいいねしてたっていいねは見れないんだから。まあしてほしくないですけどね、基本私以外、私に関すること以外はしてほしくないですけど。でもちなみに私のツイートにいいねしたのは私に通知来ますからね。許してくださいは別にあのいらないです、苦しくなるので。なんか許可とか取られるのが一番無理かも、嫌に決まってるのに。だから最近自分がそうやって休園するのは本当に申し訳ないし、自分でもすっごく嫌なのね、すっごい嫌だからこそそういうのを見ちゃうよね。 SNS を見る時間が増えるし。まあ他推しの人が隠れて、その推しに、他の推しに隠れて三村さんにいいねするのは別にいいと思います。なんて都合のいい女なんだ。でしょ、わかる？今この私がアイドルとして存在していられる瞬間にみんなが他の人を見ている暇はないんですよ。そう、私だってそうですよ。みんなに他の子を見させる暇を与えさせるような時間はないわけ。もう何言ってるか分からなくなってきたんだけど、わかる？わかる？わかる？本当に伝わってる？この気持ち伝わってるかな？この気持ち、みやまるちゃんのこの気持ち伝わってるかな？こんにちは、こんにちは、こんにちは。昼配信で捕獲されました。倒しシンドローム、いやそれな、間違いない、あれテーマソングだから。別にオリジナルのメンバーじゃないけど、確かに暇はないです。そうですよ、みおまる推しは忙しいって言うでしょ。これからも忙しいんですよ。ちなみに今日収録した神フレのラジオ、ハッシュタグアイコニ、ひらがなでハッシュタグアイコニ、アイコニの収録行ったんですけど、もう早速お便りが採用されてましたので、お便りぜひ送ってくださると嬉しいです。毎月第2金曜日に深夜放送ですね。真正面来てもあんまり直視できませんでした。なんで？昨日でしょ。お便り送って、ぜひ。あー、なんかコンビ推しとかなら別に嫌じゃない、嫌じゃないけど、なんだろう、コンビ推しは別にいいんですけど、まあ、みおまる強めでお願いします。みおまるちゃん強めならなお嬉しいな、キュンみたいな感じですね。怖すぎ、怖すぎ。でもなんかこういう方針が嫌な人もいるかもしれないんですけど、でも私が苦しいのが一番無理だから。自分に素直に生きようと思うからごめんなさいって感じ。はい、くしゃみしましたね今。あなた寒いんですか？エアコンを弱くしますね。え、28とかってやばい？暑い？普通か、こんなもんだよね。ななちゃんちょっと今寒かったんでしょ？くしゃみしてたよ。
猫のくしゃみかわいい。野村と美代のコンビ押し。いいね。クラシマアミとのコンビ名はアミヨですね。湿度による。うん、わかんないな湿度。こんばんは病院。こんにちは病院ナウ。病院嫌いな自分。病院マジ。あ、待って、今日自分病院行かなきゃいけないんだった、忘れてた。ありがとう、思い出させてくれて。あ、やばい、忘れてた。普通に病院だ、今日病院行くんだった。そうだ、ありがとう教えてくれて。別に教えてくれたわけじゃないけど、思い出させてくれてありがとう。劇場でこいつ私になんとかいいなってわかるんですか。え、何ですか。星になってる部分は何ですか。ファインプレー。今日病院に行くよ自分は。やだな、病院嫌いなんだよ、この世で一番嫌いかも。わかる、無音だから感謝しても聞こえないんだよな。ありがとう、てりまかし、シェイシェイ、こまおー。興味。わかんない。やばい、エアコンつけたら咳出そう。病院の待ち時間が嫌い。うん、自分は病院の先生が無理。なんか人によるんだけど、優しい、なんかファンの人の中でもお医者さんでめっちゃ優しい人とかいるの。そういう人はいいんですよ。でもなんか怖い先生いるじゃないですか、たまに。なんか、え、それって君が悪いんじゃないのって言ってくる。やめて、私悪くない、私悪くない。劇場で自分に興味ない人ってわかるの。そんなこと考えたことない。私に興味があるんだろうなって人は見たいですね。じゃあまあなんかそういうの関係ないかも。別に興味あるないとか関係なく、別にファンとして SKE のファンとして劇場に来てるわけだからさ、それを見ないのは違くないですか。そう、そんなこと言われたってってなりますよね。あなたが悪いんですとか言われても、あなたは私悪くないですもんって言いたいです。まあ言わないんですけど、自分言い返したって何も生まれないからね。ゆまる以外に興味ないのかなって他のメンバーに伝わってるのかなって思っちゃう、いつも思っちゃう。うん、あ、ミョマル以外に興味あんまりないの他のメンバーに伝わっちゃってるのかなっていつも思う。え、別によくないですかそれは。別によくない、だって本当じゃん。むしろ なんだろうな、別に私が私に、あ、興味ないんだろうなって人分かりますよ。どんだけ見てても目が合わない人とかいるから。でもそれに関しては別に何か思うわけでもないから、別にいいんじゃないですか。なんか別に見たいものを見ればいいと思うから。ね、気にしたことない。そう、気にするべきじゃない。もう一途な単音詞が一番ありがたいし大好きだから大丈夫。みんな安心して、みんなが推してるメンバーは信用していいメンバーだと思いますよ。ああ、自分のことね。なんもない本当に。すごいよ自分、真面目すぎ。土曜日のトーク会まで夜勤か続くんで頑張りますかね。頑張って。自分人生で夜勤って絶対インスピレーションの MV 撮影かオールナイト富士子しかないです。なんかあるかな。夜勤、
28時間テレビ配信。あ、長島もそうだ。大人になってから増えました、夜勤が。夜勤って言っていいのか分かんないけど、夜勤ですね。CMS に一押しが昇格したから三丸と目が合わせるのが怖い。え、どういうことですか？私関係あります？なんだそれ。え、それ関係ありますか？別に私え、だって一押しが昇格して、まあたまたまそこに私がいて、私と目合わせるの怖いって、そこ何で、それ何で生まれます？関係なくない？別に目が合うなら合うで、別に怖くない。死ぬわけじゃないし。絶対インスピレーションの MV さっき見てた。おお、映ってる？自分、私撮影24時間かかったのに全然映ってなくて、あの MV 最初見た時泣いたんですよ。最初見た時ってか MV 撮影が終わった時泣きましたね。って言ってました。でもみんなが見て見つけてくれたから報われたなって思った。だからみんながいることが大事なんだなって思いますね。みんながいて、みんなが私のことをいかに、もうめっちゃ見てくれてるからさ、もう本当に見てくれてること、見てるよっていうのを伝えてください、お願い。え、でも MV 最近ののとかはありがたいことにいっぱい映らせてもらってると思います、みんなのおかげでね。いや、マジでみんなのおかげですよ。通称と撮影会楽しかった。それな、ガチそれな、楽しかった。自分さ、基本写真撮られるのも好きだしさ、ファンの人と喋るのも好きなわけ。まあ好きと好きが合わさって、好き好き。好き好き。みんなも好き好き。みんなのおかげでとかいいこと言う。ありがとね。どの前のポジションに行くのが嬉しいです。あーね、でもなんかさ、わかんない、上り詰めたらどうなるんだろうとは思いますね。今めっちゃ楽しいじゃん、わかる、前があるから。上り詰めたらどういう気持ちになるんだろうって思いますね。まあその時に任せますって感じですけれども、まあ今と変わんないだろうな、別に。なんか自分のがどこにいるか、うん、まあめっちゃ大事ですよ、本当にめっちゃ大事だと思いますけど、なんか結局はなんか自分がそこにいて、グループがもより良いものになるかどうかじゃないですか。だからまあ結局今の時点でその気持ちでいるから、多分どこに立ったとしても変わんないんだろうなとは思いますね。今週末イベントラストだね。ああ、そっか、ラストか。何着よっかな。服は結構あるんだよね、あるんだけど、何着よっかな。うん、8期からのサマステ有給申請通った。上司マジ感謝。上司マジ感謝。夏服ですね。何着よっかな。どうしよう。でもね、着たいワンピースがあるんだ。
キャハン。もう夏ですね。ね、会いたいですね。みんな会いたいですね。なんかコスプレとかも考えるんだけどさ、もう時間ないね。今度の土日は雨予報。あ、マジ。まあ雨だろうとなんだろうと私は可愛い。会社に戻るのでまたね。頑張って。嬉しい。なんかお昼に配信するとすごいいいですね。いいことがいっぱいあるね。なんかみんなが頑張ってる。私も頑張る。食いてこの後寝るんですけど。あ、違う、寝るんじゃない。病院に行くんだった。ダメ、寝ちゃダメ。別に寝ていいんだけど、寝よっかな。寝てから病院行こうかな。そうしよう。そうしよう、そうしよう。ちょっと寝て、すぐ病院行こう。そう、病院忘れない。寝たら行きたくなくなっちゃう。間違いない。うん、寝坊しない、寝坊しない、さすがにね。いや、起きれるよ。私別に寝起き悪くないもん、多分多分。エアコンガンガンで爆睡したい。いや、エアコンガンガンっしょ、さすがに。エアコンガンガンの羽毛布団で寝るので大好き。思い出してヒゲ足別院の発見してきました。あ、おう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 、推し寺アイドル祭りね。この前緊張して全然話せなかったから読解行きたかったけど完売だったので、次回に、はい、会える機会があれば必ず会いに来てください。よろしくお願いします。発見早くない？8月17だよね。早いね。みんな来てね、推し寺アイドル祭り。神フレ3人だから、3人だから、3人ですよ、3人。びっくりびっくりですよ。だからみんなが来て、あの、神フレって言ってくれないと成り立たない。キー、そうなの、3人なんですよ。そうなんです、でしょ。まあでも紙フレってずっとそうじゃないですか。ずっと何か壁にぶち当たってますから。次のトーク会は3時までにできるだけ身を守る独占権応募するって決めたいいね。いや、1時から完売出る女になりたいから私。うん、1時から完売出る女になりたい。握手会とかは出てるんだっけ。分かんないけど、でもなんかこのさ、誰かが私を気にして会いに来てくれるということが永遠に続くわけじゃないと思うのね。みんなも人間で生きてるわけさ。だからさ、急に会いに来れなくなったりとかさ、まあすると思いますよ、忙しくてとか、まあいろいろ家庭の事情でとかね、いろいろあるかもしれないからさ。今このみんなが私のところに集まれるというこの瞬間、めっちゃ奇跡だって思いません？そう、だからこれが永遠に続くわけじゃないと思って私は毎回思ってやってます。こんなに人が来てくれる、普通じゃない、すごいことですからね。でもみんな、できる限り来て今度会いに行きます。待ってます、待ってます、待ってます。そうだよね、次から行けない。え、いるじゃん、ほら、行けない人いた。ピエン、でも一回認知したら割ともう忘れないんで、自分はなんか名前をたとえ忘れたとしても顔見た時に、あれ、会ったことある、見たことあるってなるから、え、なんか会ったことあるよねって、名前はって聞いたらもうそこで、はい、認知は
はい、認知、認知おめでとうですからね。遠くていけないね。もうさ、やる会場限られてるじゃん最近、そういう現地のイベント。そうだよね、遠征ね。記憶力バグってません。嘘普通でしょ。別にだってやることこれしかないんだよ。ちなみに私、生きてる中で、生きてる中で何か物事を覚えるって、まあ立ち位置とか歌詞とかありますよ、台本とかね、ありますけど、でも仕事じゃんこれが。これしかやることないんだからさ、やろうよって感じじゃない、普通に考えて。次から幕張はごめんなさい。みゆちゃん泣いちゃう。自分幕張メッセ人呼べないもん、頑張るけどさ。幕張メッセに人を呼べるようになりたいので、皆さん幕張メッセに来てください。そうなんだよね、自分やっぱり愛知とその関東だったら圧倒的に愛知の方がファンの人が多いわけ。幕張メッセの方が比較的でも多い、増えた、マジで増えた。でツーショット撮影会で列が途切れないってなんてこと初めて起こりました。多分初めてじゃないかもしれないけど、うん、頑張っていきます。幕張メッセね、幕張メッセ遠いよね。わかるわかる、自分も移動しててめっちゃ思うもん。一回ちょっと寝てみて、起きたらついてない、寝る、起きる、あんまついてない、寝てなんか、あもうそろそろもう寝るのもできないかもって思った時に着く。そうなんだよね。幕張だけにしていいですか。え会えるならどこでも会いたいんですけど。まあ会いたい分だけ会いに来てよ。来てほしいですけど私は。だって人いなかったら泣いちゃうよ。なんなら関東民からしても名古屋より幕張の方が遠いくらいの感覚あります。そうだよね、わかる。だってびっくりするもん、幕張からこっちまで帰ってくるときびっくりする。6時とかにあっち出て、だって着くの10時とか9時とか、なんかおかしい、時の流れがおかしいよ。そろそろ席に戻ります。いってらっしゃい。飛行機じゃないよ。飛行機じゃないよ。まあでもそんなの気にならないくらい私に会えるのが楽しみって、言ってもらえる人になればいいって話でしょ。なぜか切れてんの、わかる。移動距離って本当にね長いですよね。ドラフト高校生だった頃のみおちゃんが SK 劇場で踊っている動画をフォルダに見つけたけど、見る、みんな見ないです。嫌です、本当に。ちっちゃい頃の自分、お猿さんだからやめてください。深夜テンション、いや昼やねん、バリ昼。いやマジでみんなつけてくれてありがとうね。あと6分くらいで終わります。みんなありがとう、この後も頑張ってね、うん、頑張って、みんな頑張ったら頑張った分だけ私も頑張ろうって思えるんだ。なんか私の中で、私のこう今生きてる中で身近な人ってメンバーと家族とファンの人以上なんですよ。
はそんだけ。本当にもうここのこの SKE というあの、はい、グループに入ってなかったら身近な人は家族だけみたいな感じだった人間なんで、だからさ身近な人がさこう頑張ってるのを見たりとかするのも SKE に入ってから、そうあみんなめっちゃ頑張ってんだなって思う。すごいみんなすごい、うん、だから私も頑張んなきゃなって人間として思いますね。昔から大人っぽいと思ってたけど今見たらちゃんと子供なの不思議。いや間違いないよね。青春ガールズの初日とか誰って思ったもん。声だけは私なの、おかしいな。いや頑張って頑張ってしか言えなくて申し訳ないですけど、お茶の差し入れにでも行こうか。お疲れ様です。お茶です。キンキンに冷えたコーラです。キンキンに冷えたコーラ。ウィン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 。そういうこと。ネックレス可愛い、ありがとう。でもこれ普通に私服でつけてたやつだるくて通せないだけ。可愛いね。リボン、おリボン。自分はなんか食べなきゃな。サンドイッチ1個しか食べてないからちょっとね、ちょっとなんか食べないと死ぬ。体が痩せ細って死んでしまうから食べなくちゃ。食べたくないけどお腹に入らない。助けてみんな、小食直して。私の誰かなんか美味しいご飯ちょうだい。めっちゃ美味しいご飯なら食べれんの。うん、贅沢な女。やばいですよね、食べなきゃ。何食べようみたいな、食べたいと思うものがなさすぎるんだよね。俺が作ったチャーハンやります。あ、欲しいです。チャーハンいいね。口がチャーハンになった今。うなぎ食べる。うなぎ大好き。うなぎ食べる。おごってみんな、おごって。うなぎおごって。私に夜配信ありますか。え、顔がボロボロじゃなければあります。はい、わかりません。ないかもしれない、体調による。自分のまあないって思っといて、ないって思っといて、あったら奇跡。はい、配信も一回一回が奇跡だから、わかる。いろんな状況が合わさってないとできない。寿司食べたい。寿司食べたいな。あ、上海タンパオ食べたいですね。上海タンパオのチャーハン好き。あ、ローモバ連合軍募集してま、行きます。ちょっとみんなローモバ入れてね。ローモバ入れてない人今すぐ入れてください。私ローモバに住んでるから最近。私の X からローモバに飛んでください、お願いします。あとみんなに言いたいのは、あのハッシュタグアイコニレギュラーラジオね、神フレのお便りを送っていただけたらすごく嬉しいのと、あとこれ好きレディオにもあのお便りを送っていただきたいのと、あとは何かある。サマーツアー来てほしいのと、推し寺アイドル祭りも来てほしいのと、まあなんかいろいろありますね。ローモバは入ってほしいね、さすがに。え、マジで多分あと十何人とかで100人なんだよね、ギルドメンバー。うん、100人になっても100人以上に拡大されるだけだから、みんな入れるから、みんなローモバ絶対よろしくね。絶対私の X の URL からダウンロードしてね、トラッキング許可をして。 iPhone の人は設定でトラッキング許可を押してからダウンロードしないと、私のお母さんみたいにギルドに入れない。お母さん諦めたらしいよ、ちょっと課金したのに入れてないどんまい母。はい、じゃあそろそろ終わります。
1時間も喋っちゃったじゃん。これ好き2回分だよこれ。じゃあねみんなありがとう。じゃあこの後ローモバ行きます。あ、夜 TikTok ライブもありだな。またなんかやるかやらないかはわからないんですけど、ローモバ行ってきます。みんな頑張って。この後バイバイ。ファイト。